SNS が普及になるにつけ、ある恐怖も普及する。フシップの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうして我々は情報をちゃんとしなければならないということです。昔ながら僕はみんなと同じくフォモというのやつを抱いたんですけれども、そのフォモを抱いたから、まあ、全てを見て、だいたい睡眠不足とかもになったんですけれども、その睡眠不足のおかげで僕の対人恐怖症はもっと悪化して、そして僕をドイツに帰されて、そっちでは僕はうつ病になって、退学させて、そしてなんと自殺未遂までに至ったんですけれども、当初ある人がやってきてくれて、僕をあるものを教えたんですけれども、でもその知識やその経験を重ねた上で、僕は現在同じくの対人恐怖症者を700万人を脱出させたいというのを信念を持っていますので、その使命を持っていますので、もし現在あなたはその対人恐怖症というのを要求を抱えている方でしたら、最初はこちらの動画をご覧ください。またはもし現在では誰でも相談に乗ったりしないと僕と同じくだったら、僕は喜んで相談に乗ります。それできるのは下の概要欄の自分のウェブサイトが当たるので、そこにもスケジューリングもできますので、または自分の PM も直接も結構です。僕いろんな SMS やってますので、 TikTok、Facebook、インスタ、リンクイン、ツイッター、まあ、全てをやってますので、もしよかったらそちらでもフォローしてね。ではフォーモと情報なんですけれども、フォーモは Fear of Missing Out、 つまり見逃せるというのを恐怖です。特に今ね、 SNS とかはだんだん新しいものが入ってるから、見逃すというみんな恐怖を抱いてるからこそ、自分の人生を築くよりも他の人生を見るのが楽しくするというのは現在の事情です。だからみんなは最後にね、特に老後を迎える時には後悔だらけというの老後になりますので、それをみんなにあまりしたくないというのは気持ちが持っていますので、フォームではなくて情報をやりましょう。情報というのは Fear of Missing Out ではなくて Joy of Missing Out、 つまり見逃すというの楽しさ、ものをわざと見逃すということです。見逃すからこそ、僕はこの情報は本当にいらないから、みんなはまあいらないから、どうしてかというと、周りにはその情報は所詮もらうから、自分はその情報をわざわざ見るは必要もない、僕はその動画見る必要もない、ただ時間の粗末だけで、だったらこれをね、これ、あ、これも今日見なかった、あ、これ今日も見なかったね、これ今日も見なかった、ものすごくワクワクになる。どちらかというと、自分はこの失ったの時間を動画でとか、まあ、SNS とかで失った時間を自分の人生に入れるからこそ、そのどんな楽しさかって分かるんですのでは。それを本当に試してみてください。そしてユシェフの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日のテーマなんですけれども、明日はどうして我々は感謝をちゃんとね、実践すべきかというと、みんなにちゃんと伝えたいと思います。もしその動画見たいなら、パチンと僕に登録と通知ボタンを押してください。そしてユシェフの皆さん、僕はこちらのチャンネルではだいたい、まあ、対人恐怖症対策、怠慢対策などを、まあ、大体心理学とか NLP、LOA とかを使ってそれを倒すということですね。またはちょっと Facebook マーケティングにやってますので、もしよかったらその2つの動画をこの間ご覧ください。では次の動画で会いましょう。